ソンツンです。今回は久々に古代ウィアを撮影しようかなと思いまして、ロンドナー、ベネチアン、パリジャン、スタジオシティという順番でね回っていきます。でロンドナーからベネチアン、パリジャンまでは、館内の中を全部歩いて、でパリジャンからは一旦外に出て隣にあるスタジオシティの中に、入っていくということにしますので、中国の春節休みが終わってまだ間もない頃ということで、まあ、春節休み期間中に比べると人もそんなに多くないかなとは思ってるんですけれど、まあ、これから動画をね回していきますね。このロンドナーから歩道橋を渡ってベネチアンの方に入り、そしてベネチアンの隣のパリジャンの方に行って、ちょっと奥の方に見えてるんですがスタジオシティの方へ移動していくということになります。で今立っているところが古代ストリップなんですけれどね、まあまあ人いるような感じですね。あの大人だけじゃなくて、あの子連れとか、まあ、家族もねまあまあ見かけるんですけれど、そういえばですね、中国の学校で今休みなんですね。あの3月から次の学期が始まるということなので、春節の休み期間っていうのは終わっても学校がまだ休みですから、そうだな、まだちょっと子連れとかもまあまあ見たりしますね。ではこれからロンドナーからスタートしていきます。ロンドナー前に置かれているこのダブルデッカーのバスですね、映えるスポットになるんですよね、いつ来ても誰かいるな。じゃあここから館内の方へ入ります。お、自動ドア、あ、閉まらないで名前のごとくね、この館内もロンドンっぽくなってるんですけれど、こういう期間中ですのでね、まあ、ところどころにこういった春節飾りが見受けられます。じゃあロンドナーホテル側の、まあ、メインロビーなところですね。このレセプションと書いているところですね、ロンドナーとそしてコンラッドホテルのチェックインのカウンターがこの中に入ってます。カジノはロンドナーの中は2つに分かれてるんですけれど、こっちのロンドナー側のカジノとずっと奥の方にあるんですが、シェラトンホテル側の方に、ね、カジノ場があります。で私めったにしないんですけれども、まあ、今日は春節ということで、まあ、運試しということでね、カジノでちょっとやってみました。中入るとね、テーブルゲームはほとんどバカラばっかりで、あのミニマムが2000とか3000香港ドルとか、だから1000香港ドルっていうのがね、もうなんかほとんど見受けられなかったので、多分これ春節だから人のね、その財布の紐がすごく緩んでる時期でもあるんですね。だからなんかそれを見越してミニマムをちょっと上げてるのかもしれないんですけれども、さすがにちょっと私もそこでかける気にはならなかったので、まあ、バカラなんですが、タッチスクリーン式のねやつでやりました。あれだったらねミニマムがもう100香港ドルとかそんなんばっかりですので、まあ、そこでねあの500香港ドル投入してやってみました。やばかったんですけれども、なんとか最後に、ね、逆転してあの500香港ドルを700香港ドルにしたので、まあ、プラス200香港ドル勝ち、まあ、200香港ドルなので、まあ、そんな勝手打ちに入らんだろうっていう突っ込まれる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう私にとってはねその200香港ドルもう大満足でありますので、まあなんとか勝ててよかったです。ティム・ホーワンという、まあ、天津のね有名なお店なんですけれど、外まで順番待ちになってるな。ロンドナーから歩道橋を渡っていくので、あのその歩道橋をねこのエスカレーターで上がっていったところになるんですけれど、歩道橋をちょっと渡る前に少し上のフロアを見てみましょう。ロンドナー館内の3階ですね、そのフードコートのエリアになります。ちょっとお昼12時ぐらいになりましたのでね、空いてるテーブルがほとんどないぐらいいっぱいです。でこのフードコートのすぐ隣にあるんですね、去年できたんですよね、ハリーポッターのなんかエクジビジョン展覧が、ね、この3階にフードコートの横になります。なんかユニバみたいな風になってるんですよね、まあ、お決まりと言いますか、グッズ売り場もあります。ではここから歩道橋を渡って一旦ベネチアン側の方へ向かいます。矢印出てます。
途中でこういったねテラス席があるんで、みんなここで撮影してるわけなんですね。ちょっと湿度が高いからか、少しなんか雨が降ってるな。ベネチアの方に移動していってるわけなんですけれど、途中でですね、あのベネチアとパリチアの間にあるフォーシーズン側のショップの中をね通り抜けていくんですが、多分このショップの中がね撮影してると言われちゃいそうなので、ちょっとここから一気にあのベネチア側の方へとあの動画ねスキップさせていただきます。ではフォーシーズン2階のショップのエリアを通って、これからベネチアになります。これなんかえらい並んでるなと思ったら、このレジの前でみんなこのゴンドラのチケットを買い求めてるんですね。ゴンドラ乗り場がここなんですけれど、うわすげえずらーっと並んでるな。なんかロンドンの館内はねそんなに人多くはないっていう印象だったんですね。あのカジノの中でも全然ガラガラだったんですけれど、やはりベネチアンまで来ると結構人がいますね。まあ春節の時はねもっともっと人が多かったんでしょうけれど、予想以上にあの春節休みが終わってからでもね人が多いなっていう印象です。まあピンクのパジャマ、まあ春節だから赤とかピンクとかって多いんですよね。ロードストーズベーカリーベネチアン支店の前までやってきました。このエッグタルトを買い求めに、まあ、春節期間中ほどではないんでしょうけれど、かなり並んでますね。まあ、3階ショップの真ん中ら辺のところですね、グレートホールというエスカレーターのホールになってるんですが、この下がカジノ場です。まあ、過去の動画でも何度かね、紹介しましたけれど、でベネチアンの中のカジノもねちょっとだけ入ってみました。まあここでは勝ててませんけれどね、はい、そうですね、客としてはロンドナーよりかは全然人はね多かったですね。ただやはりまあここもねまだ春節ミニマムレートになっているためなのか、うん、ちょっと普段よりかはねミニマムがちょっと引き上げられているような感じでありましたね。あと8っていう数字がね中国人好きじゃないです か、 だからミニマムね800香港ドルっていう、それまあ大小だったんですけれども、まあ縁起のいい数字をね使ってるようなところもありました。あんまり800ってねあのベネチアの中とかあんまり普段見かけないんですけれどね、だいたいミニマムでも500とか1000とかっていうのがね多いですからね。まあここは春節期間中だけじゃないんですけれどね、ベネチア内のフードコートも結構な賑わいです。やはりここも、うん、家族連れとかがね時期的に多いですね。じゃあベネチアンから次はまた館内の中をずっと移動してパリチャンの方へと移動していきます。ホテルスイーツサウス、まあ、南ウィング側のエレベーターを通り過ぎて、さらにねまっすぐ歩いて長い長い通路をねこれから歩いていくんです。まあ、矢印に従ってまっすぐパリジャン側へ移動していきます。まっすぐ来ますとねここにも大きなエスカレーターがあるんですけど、これ下に降りるとですねベネチアンのホテル南ロビーというところになりまして、ここもチェックインチェックアウトができるところですね。じゃあこれからこのカーペットが敷かれている長い通路をねひたすらまっすぐだいたい月あたりぐらいまで歩いていきます。今のあのベネチアンの3階にいるんですね。でこの3階からまっすぐ行きましてパリジャンホテルの5階部分に直結しております。で5階から1階に降りて、そこから外に出てスタジオシティの方へ、ね、向かっていきます。ちなみにこのベネチアンからパリジャンまであの館内の中を歩いて移動する方法はね他にもいくつかルートがあるんですけれど、フォーシーズン側の方とかねちょっと撮影してるとねなんか言われそうな感じもするんでね、一番まあ撮影としては安全なところ通っております。個体エキスポっていう案内板が出てきましたけれども、この展示会場となる横をねずっと通って歩くわけなんです。でここをねまっすぐ突き当たりまで行くとチームラボの会場になってるんですけれど、ここからね曲がってパリジャンの方へ移動します。このエスカレーターのあるところからですねパリジャンホテルの館内になるんですね。
じゃあここで一回トイレ休憩しましょう。でね、奥の方にテラスがあって、まあ、それスモーキングエリアなんですけれども、そこからの景色がねなかなかいいので、ちょっと撮影してみましょう。以前に一度ねライブでそこに行ったことはあったんですけれど、改めて撮影しておきます。じゃあここからね外に出ますね。天気が天気だけにね、あんまりいい感じには映ってないんですけれど、いろんなのが見えるんです。ギャラクシー、長い建物、実はね、さっきこれをベネチアンからね、パリチアンまで歩いてきたわけなんです。で、ベネチアン、フォーシーズン、あとロンドナーと後ろの方に MGM がね、見えております。今日湿度が 100% 近くあるんでね、ちょっとさっきのテラスに出た瞬間からもうめっちゃもうべっとりと、で中はね冷房が入ってるんでめちゃめちゃ気持ちいいですね。でベネチアンからですね、長い通路を歩いてパリジャンの5階のショップのところに出てきたわけなんですけれど、最初に着くのがこのフードコートですね。ここは結構空席があるな。あんまり人気ないんですかねこのフードコートは。なんかいつ来てもそんなに満席になってるような状態にはねあんまりないような感じもするんですけれどね。パリジャンの真ん中のエリアのところです。今はこの5階で、下が3階、そして1階ですね。カジノ城もちらっとだけね、見えてますね。ではパリジャンの下まで来ました。あーめっちゃベトベトしてるな。これ、ま、正面がねあのリスボアパレスなんですけれど、湿気で霧が発生してるんですね。だからリスボエタとかもう上の方がねこう真っ白になってますね。じゃあこのパリジャンからですね、もうすぐ隣にあるスタジオシティの方へ移動します。スタジオシティに目的はね一つだけなんですけれど、あの2月8日だったかな、ドンキの2号店がねスタジオシティの館内にオープンしたんですね。でまあ、個人的にはねすでに1回そこ行ってるんですけれども、ドンキで買い物したいものがありましてね、そのついでに少しだけね撮影してみましょう。今見えているのが最初にできたスタジオシティのところで、で後ろの方にですね W ホテルっていうのがねできたんですけれど、ドンキっていうのは W ホテル側の方になります。あ、ドンキの看板も出てますね。ではスタジオシティの館内へ移動します。ここで食べたことないけれど、いつか来てみたいな。あ、新しくなってるね。どんどんドンキ。矢印が出てます。ドンキのマスコットです。多分スタジオシティバージョンのドンキかな。ドンキまであと100メートルですね。で、ドンキと共にオープンしたのがこの鮮々寿司っていうやつなんですよ。これ回転寿司じゃなくてね、あのこれカウンターがある板前さんが握ってる寿司なんですけれどね、セットメニューがあったり、まあ、メニューねここにもありますけれども、まあ、いろいろ単品とかもねございます。で数日前にこの鮮々寿司で食べたものがありますので、ちょっとそちらどんな感じなのか写真とともにご覧になってください。でこの鮮々寿司のすぐ隣に出てくるのがどんどんドンキーなんですね。これからちょっと中に入って少し買い物します。イートインスペースがあるんで、後でちょっとここで弁当かなんか買って食べよう。売ってるのはもうほとんども食べるものですね。まあ、マカオ側のドンキーに比べて、そうだな、寿司とか刺身って結構多いかもしれません。東京バナナ189パタカーですね。化粧品関係、美容関係のもありますし、ペット関係のもあります。ちょっと弁当を食べてみようか。なんか安いのだったらね39パタカー、これまあチキンカツ弁当ですけれどね。変わってるな。うなぎ牛丼29パタカー、安い。
お好み焼きにしてみました。お酒も売ってるんで、いや何か飲んでみよう。どれにしよっかな。朝日の生ジョッキ缶にするか。マイクロウェーブがあるんでここで温めます。ああ気持ちいいなこのビール、喉越しいいわ。じゃあ温め終わりましたんでね、早速食べます。いただきます。ああ普通、いや僕が作った方がもっと美味しく作れるんだってな。日本の大学の時のあの食堂の中のお好み焼きと全く同じレベルだわ。うん、チキンカツ弁当かうな弁にしときゃよかった。ビールはうまいけれどね。でドンキですけれども24時間のイメージが強いと思いますが、営業時間こんな感じでね、日曜日から木曜日が10時から夜の11時で、金曜土曜が10時から夜の24時までになってます。どんなものがあるのかというと、まあ、フロアガイドというのか、こういった関係のものが売ってます。まあ、フロアガイド、まあ、ここにありますけれどね、こういう風に並んでます。じゃあ、あの個体エリアにドンキができたということでね、まあ、便利になったかなと思います。あのどうしても日本の商品が必要な方であるとか、ちょっとねマカオに長く滞在されて、あの日本の味にどうしても恋しくなったという場合にね、あのドンキに行かれてみてはいかがでしょうか。今まではマカオ半島の北部の方にしかドンキがなかったんですけれど、まあ、この個体エリアにできたということでね、まあ、便利になったのかなとは思います。ということで、まあ、今回は、ロンドナ、ベネチアン、パリジャン、そしてスタジオシティとね、歩いてきましたけれども、個体エリアもなんか毎年毎年ね新しいお店ができてね、変わってきておりますので、なんか今回マカオに来てまた数ヶ月後にマカオに来るとね、またなんかいろんなものが変わってるとか新しいお店ができてるなっていうのがねあるかなと思うんですけれども、新しいものができればこのチャンネルでもどんどんあの取り上げてね紹介していきたいなと思います。じゃあ今日はここまでということにさせていただきます。マカオ散歩のソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩に出かけましょう。